著者山本修五郎。湯行寺の朝。朗読、七味春五郎。一。我が寺になると出て行くお商人という占流点がある。総州藤沢にある自衆総本山の省城工事、俗理由 呂行寺の商人を皮肉ったものだ。道州では代々、その官長となる者は、呂行他商人の宝号を継ぐとともに、一生不在、呂行言下と言って、遊園無縁の主張を再度するため、寺を出て開国するのが早速であった。近年はその例も稀になったが、徳川末期までは盛んに励行され、 その殉職には幕府から十万石の格式が伏せられていたという。この事実は宗教の多くが単なる墓りか、または教典の末節に囚われたスコラ派に出していた時代に、一応実践的宗教の類を守ったものとして注目すべきだと思う。とにかくそうして民衆生活と 常に接触していた結果、そこから生まれた、いつじ、の類も、また少なくはない。遊行五十七代に、一年商人という血相がいた。記念はつまびらかでないが、天保七年の関東大飢金の時、自在を投げ打って、旧民を液災し、地方人から、 生き仏と仰とがれたことは有名だ。現在はその後だけしか残っていないが、同時の西国門はその時の記念物だと伝えられている。嘉永四年の春、この一年商人が三回目の巡釈から藤沢山へ帰った時、その友の中に一人の 新墓地を連れて戻った。年頃は三十から四十までの間で、小柄の精悍な体つきと、目の鋭い一癖ある面魂を持った男であった。足の新弟子じゃ。と、商人は途中に引き合わせて、野だちものだから、みんなで面倒を見てやってくれ。 と言ったがしかし、素性や名については、一言の説明もなかった。彼は、本堂の味番になった。口数の少ない男だったし、どことなくそこの知れぬ感じで、達中の人々も、ほとんど親しく、交わることがなかった。けれど、彼は別に、そんなことを気にする風もなく、 朝は今行の始まる前に起き、次男たちに率先して、境内の隅々から校歌の掃除までやるし、客殿、法上、学寮の雑務なども、手の及ぶ限り、自ら進んで用を務めた。中年から出家した者が、最も苦心するのは、教門の学習である。彼はほとんど、 読みも書きもできなかったので、その困難は一倍だったに違いない。しかし、彼はよく耐えしのんで勉学し、数年のうちには教文も読め、文字も書くことができるようになった。これは一日のお勤めが終わってから夜半に及ぶ余歌を利用したものであった。山へ来て四年目に、 彼は低少院という達中の一員をもらった。低少院は、遊行寺四会員の一つで、久しく十字の席が空いていたのを、特に商人が彼に与えたものである。しかし、彼が着身版であることは、依然として変わりがなかった。二 手商院の従事になってから、若い僧たちは、もう一度彼に興味を持ち始めた。一体、あの茶頭番の前肢は何だろう。ただの、属下の出ではないと思うが、花目つきは尋常でない。立ち居振る舞いも、歯切れが良すぎる。それに、初めて山へ来た時、お商人が、名も素性もおっしゃらなかったのを考えると、 どうも、日陰者に違いないと思う。まさか、それほどでもあるまいが。そういう噂が、しばしば繰り返された。彼は幼児以外には、誰とも、ほとんど口をきかなかった。山を下りることも珍しいし、街へ出ることなど、極めて稀にしかなかった。それが考えようによっては、いかにも、 世間の目を恐れるように見えるので、戦索好きな人々には、ますます興味を惹かれることになったのだ。ある日、彼が低少院の門前で落ち葉を履いていると、三景に来たと思える一人の女が、静かにそばへ近寄って、お久しぶりでございます。 腰をかがめながら声をかけた。竹ぼうきを持ったまま振り返った彼は、女の顔を見るなり、あっと低く叫び声を上げた。女は30歳余りで、きめの細かな、どこかしら研いだような美しさのある顔つきであった。噛みつきや身なりは地味に作りながら帰っていきな。 明らかに、仇でない風俗がにじみ出ていた。去年から、藤沢へ参ってます。女は、静かな声で続けた。車の裏で、コアサという小さな店をやっております。言うまでもないと思いますけれど、私一人で、コナを三人ほど使っていますの。 もしも。七年前に約束をしたはずだ。彼はブスッと言った。朝は死んでしまった。縁は切った。どこであっても赤の他人だ。あの時の約束を忘れたのか私は。お前さんなどは知りません。人違いをしないでください。忘れはしません。その証拠には。と。 女は悲しげにつぶやくように言った。あなたがいいというまで、決してこれからは話しかけたりはしません。ただ、親分様のご冥福のため、月々のご命日には参詣に参ります。その日だけご無事な姿をよそながら見ることを管理してくださいまし。おようは、 向こうの胃腸の木の右でございます。彼はそう言うと、もういつものすんだ表情になって落ち葉を吐きながら言った。この様子を学寮の一人の若草が見ていた。話し声は聞こえなかったが、二人の様子でただの三景人と自僧との対話でないことは察しがついた。噂は、 人々の間に広まった。そしてすぐ誰かが女の身元を調べにかかった。女は町の小朝という料亭の女神で、お妻という名だった。その時彼女は修行時の段下になり、はじめ志出す仏の永代供養料として三十両納めてから、毎月二十一日には必ず参詣して、 監禁、法要を頼むのが例になった。彼女から何か聞き出そうとして、若い僧たちはいろいろと苦心したが、結局何も知ることはできなかった。お妻は、低少院の彼については、まるで知らぬ人だと言った。そして自分の身の上に話が来ると。そうですね。 これでも、一昔前には、と、遠くを見るように、潤んだ瞳を細くしながら言った。命を捨ててもいいと、ちぎりあった人がありましたわ。もう死に別れて、七年になりますけど。い,いえ、二十一日の命日は、その人のじゃありませんわ。あたしとその人の、恩人の、ご命日なんです。 その人というのはでしょいんではありませんかおや、とんだ、浮きな儲けだこと。あの、おじゅうじまは、そんなきな方なんですかそう言って、笑うお妻の表情は、どんなくがんをも跳ね返す、冷ややかさを持っていた。しかし、今に何か起こる人々は、そう思っていた。その二人が、 もし古い恋人同士であったのなら、今に必ずそこを割る日が来るに違いないと思っていた。しかし、その期待は外れた。それから後も、提唱院の様子はいささかも変わらず、お妻も二十一日に参詣するほかは、山へ近寄りもしなかった。その決まった日にさえ、お妻は、 他の僧たちにするのと同じ絵尺を彼に与え、彼もまた段下に対する一通りの挨拶しか返さなかった。遊行寺では、毎年秋9月に宝物の風さらしを行い、信者たちに転換する習慣があった。その年の風入れが始まって二日目のこと。 低少院の彼が夜になって一年商人をそっと訪れた。何か用事か商人は路端で書物を読んでいた。彼は近くに人のいないことを確かめてきたのだが、それでもなお声を潜めていった。今日を初めてご宝物の数々をよく拝見いたしました。 それで、王軍の航路は結構なお品でございますな。うん。あれは信者の寄信でな。その頃で三百金ほどかかったものだそうじゃ。もう百年代寺の宝物になっておる。時にはお持ち遊ばすのですかいや、とんと使わんじゃろ。商人は、 書物のページをはぐった。彼はずっと一膝進んだ。お商人、しかしあの航路は人の目につかぬところへしまっておく方がよろしいと思いますが。大抵はありがたがって拝見していましょうが、中には目の利く三景人も、 おりましょうから。目のきく人間がいては悪いか。お商人、もしあれがんきせの偽物だということが知れましたら、寺のなにかかわるかと存じます。一年商人は黙って書物を置いた。三、彼は、 商人の言葉を待っていた。しかし商人は火箸を取って、霧色の火を直しながら、しばらくの間何も言わなかった。天保七年には、えらい危険があったのう。を忘れた自分になって、商人はまるで検討の外れたことを言い始めた。関東一帯の困ったことは非常なものじゃ。 この付近でも百姓と言わず、町人と言わず、親子が離散する、家は潰れる、食うものはなし、誠に賛美なありさまであった。わしも寺ができるだけのことをしようと思ったが、何しろ貧乏寺のことで、思うだけが精一杯じゃ。その時、南の国門を立てておったがの、 その事業の縄に手を触れた者には狭いをするという決まりで、捜査の自前のほかにおよそ三千票ばかりも施しをしたじゃろか。それでは、お商人、その時、功労貧乏寺でお金を買うには弱ったよ。一年商人は、 灰を書きながら言った。何しろ相談をすれば、寺の宝物だで、薬草や段下が承知すまいしのう、百年寝かし者が役に立てば、もし露見しても、この一年が悪名を切れば済むことじゃでのう。よくわかりました。彼は両手をついていった。 私はまるで別のことを考えておりましたので、念のためお商人の御意を得たのでございます。さようなお役に立ったのなら、心もさぞほもう本でございましょう。決して多言はいたしませんが、事実を知ったら世間の人々はさぞ、さぞ一年を悪くいいおるじゃろう。商人は ケラケラと笑っていった。喉元すぐればなんとやら、時報まで売らずとも、法はあろうにとのう。だから、この話は、お前にするのが、はじめの終わりじゃ。聞かぬつもりで、内緒内緒。彼は黙って、商人の目を見上げていた。 宝物の風入れもあと一日で終わるという日のことであった。彼が低商品へ夕食を取りに帰ると間もなく、怖さの女将、お妻が訪れてきた。彼は玄関へ出て行くと、不愛想な口調で、何がご用でございますかと言って女を睨んだ。お知らせもしたいことがございまして。 内密のことでございますが。ここで伺いましょう。でも、人に見つかっては困るのです。女は思い詰めた目できっと彼を見上げた。その表情を解くと見て彼は先に立って横庭へ回った。用事だけ聞こう。なんだぼうの立つというのを覚えておいてでしょうそれがどうした 昼頃から四人連れで来た客の一人が、葉の男なんです。もしや、お前の全身を嗅ぎつけて、イすりんでも来たのではないかと思ったから、ずっと話の様子を聞いていました。そうしたら、その男たちは今日、お山のご宝物を拝見してきて、金の香炉を見たのです。それを、 盗みにでも入ろうというのか。御某立が、どんな男かご存知でしょう盗みをしたり、押し込みに入ったりするのが知れて、親分様から縁を切られた男です。その立の他に三人、みんな相当に名の売れた悪党らしゅうございますから。来るとすれば、今夜だな。明日になれば、ご奉公は閉まる。あの男たちも、 そう申していました。よく知らせてくれた。彼は初めてその顔色を和らげた。お精人に、いや、寺にとっては大事な宝物だ。万一のことがあってはならぬからすぐ手配をしよう。ありがとう。朝さん。女は思わずそう叫んだが、 振り返った男の目が再び険しい色に変わったのを見ると、悲しげに表を伏せ、会釈をして立ち去った。彼は夕食を済ませると、別に手配をする様子もなく、茶をすすったり、割り箸を削ったり、客用の箸は彼が自分で作っていた。平常と、 少しも変わらぬ時を過ごしたが、四つの鐘を聞くと立ち上がり、黒い頭巾で頭を包みながら外へ出た。墨染めの衣に黒い頭巾。その上闇をだったからのぶには屈強である。秋、九月十九日。今に直すと、およそ、 10月下旬であろう。さすがに夜秋は冷えて、境内の大衣町は、もうハラハラと散り始めている。彼はその大衣町の木陰に身を潜めた。4。午前1時、南国門の土塀を乗り越えて、次々と、 四人の男が境内へ入ってきた。彼らは忍び装束で岩童上鎮を持ち、腰には長脇差しを帯びていた。諸房はすでに寝静まって、広い境内には落ち葉の音がかすかに聞こえるばかりだった。四人は本堂の前を横切って方向の方へ去った。 大井町の小陰にいた彼は、それを見届けてから静かにつけていった。方向へ着いた四人は、巧みに扉の鍵を破ると、一人を外に残しておいて中へ入った。かなり時間がかかった。風が募ってきて、山の松が少々と鳴き始め、乾いた音を立てて、 しきりに落ち葉が飛んだ。やがって、三人が出てきた。水つかったわ。この通りだ。一人が持ってきた小箱を示した。それだっか。何か他にも金目なものがあっただろう。絵巻物や天狗の爪じゃしようがねえ。下手なものを持ち出すと足がつくからな。なに、この香炉一つでも、占領物だぜ。 一辺承人絵巻は、現在国宝に指定されているし、伝語の爪というのは鬼影の靴はなどとともに寺の鎮蔵であったが、彼らの手には追える品に違いない。四人が元の方へ引き返そうとしたとき、誰だという強制がして、学寮の方から人の走ってくる足音が聞こえた。 四人は、キビスを介して走り出した。はっごほうこの扉が、泥棒だ二三人の絶叫が聞こえた。そして、ちょちんの光が、闇を縫って左右へ飛んだ。族たちは、南へは戻らず、本堂の裏へ抜け、小栗堂の山越しに、東海道へ飛び出した。切り通しの、急な坂道である。 彼らは物も言わずに駆け続けたが、坂を登りきるとともに、ビーテの丘へ登って、息をついた。四人ともしばらくは、口も聞けぬほど、荒々しく会えでいた。知らものは大丈夫かいそれにぬかりがあるものか。この通り、ちゃんとご安泰だ。明日、横浜へ出て早いとこを言いかけた男が、ぎょっとして、 口をつぐんだ。完全に、ぬっと立った男がある。四人は一瞬、あっけに取られて見上げたが、すぐに危険を感じた一人が、抜き打ちに、やっと叫びながら切りつけた。しかし相手は、待ち受けたもの,のように、体を左へ開きざま、切り込んできた男の利き腕を取ると、素早く回り込んで、 やっと、背負い投げを食わせた。賊は悲鳴と共に、丘の下へ転げ落ち、彼はもぎ取った長脇差しを右手にして。騒ぐな、本望立つ。俺の面を忘れたか何をよく見ろ。この面は、忘れちゃいねえはずだ。誰声に青覚えがある。 誰だ押し込みをするくらいでも闇をじゃあ目が利かねえか。食べ井の大観屋敷へ切り込んだ時に命拾いをしやがったのは誰のおかげか考えてみろ。あいたわりの兄立つと呼ばれた男は愕然と声を上げた。そうよ。いたわりだ。 国袖中寺の身内、いたわりの朝太郎だ。そうとしたら文句はねえだろう。その功労、こっちへ出しねえ。へえ、へえ。それとも、叩きって取ろうか。ぎらっと、抜き身を持ち直されて、三人はそのまま、枯れ草の上へ額をすりつけた。 それから、半時の後である。いたわりの朝太郎と名乗る彼は、小栗堂の裏山で、せっせと土を掘り、黄金の香炉を深く埋めた。これで、当分は大丈夫だ。彼は、低い声で呟いた。人が見たら、カエルに慣れか。そのうち、すっかり始末をしてやるぞ。 おめえがうっかり世間が出ると迷惑する人がおいでなさるからな。こう成仏する方がおめえにしても安心だろう。ナムアミダ仏。ナムアミダ仏。誰も知らぬことであった。宝庫から黄金の航路が盗まれたということは、寺のエキソーと段家の主だった人々にしか、 知らされなかった。そして、あくる日、低少院の彼は、一年商人に向かってこう言った。あの航路は、もう世間へ出ることはございません。そのうちに、江の島沖の海底へでも、沈むことでございましょう。商人は、黙って、頷いたきりだった。 低少院は天使を全うして七十4歳で遊行寺に死んだ。小朝のお妻はそれより数年前に先立っている。赤城山で有名な栗貞忠治の子分、いたわりの朝太郎がどうして一年少林に救われたか、お妻とはどんな関係があったのか、残念ながら伝わっていない。 彼の墓は今、遊行寺境内、低商院の後に残っている。